こんにちは。久々にメイクしてますメイクしちゃってる。珍しい時間でしょ。じゃあなんかね、今日本当は昨日の夜なんか夜配信しようと思ってたの。夜配信と朝配信、今日の朝ね。でお腹痛くてできなかったんだよね。だからなんかこんな変な時間になってます。今はまあ大丈夫だと思う。よくわからん。だからご飯食べてないちょっと食べてないですね。お腹空いてないからいいんだけど、って言ってお腹鳴るんだよねきっとね。そそんな感じです。なんかめっちゃここの一本でつながる。いい推しの日、確かに今日いい推しの日だよみんないい推しになれてるかな。でも夜カラオケしたいなって思ってんだよね。雪娘食べた。本当？食べてくれたの？うちわ買いました。だって本当？何のうちわ？なんかうちわ着たっけ？コンサートのやつか。ん？どのやつだ？これは下まつげ塗りにくいな。そう、時娘今魚六さんで販売してるんですけど、多分メンバー全員かな、全員かちょっと分かんないけど、メッセージ一言こう書いてあるものがあるので、ぜひぜひ探してみてください。はい、探してみてちょ。ちょっとアイシャドウ悩むな。久々にメイクするからアイシャドウ悩むな。何がいいと思う？いつも使ってないような色がいいな。あとピアバンダイのこれなんて読むの、なんちゃらさん、そう、なんかそこにも売ってるらしい。メイクしてこれからお出かけ、これからねレッスンこれからレッスン。おとみさん、これからレッスンなの。レッスンだけどメイクしてく。なんか今日はメイクしたいなっていう気分になった今日はね、今日は珍しくなんかねなったんだよね、そういう気分に。メイクしたいっていう気分になったから。あーすごい、ハイライト入れたら、
なんかさ、あんまりさレッスンでさメイクしていかないんだけどさ、気分でさたまになるのよね。気分でたまにね。あー見てすごいツヤ肌。こんにちは。すごいキラキラがいっぱい。ちょっと私はアイシャドウを取りに行ってくるよ。みんな何どういう感じがいいかな。見て。このね、このポーチに収めたの、他のメイク道具。すごいでしょ。使わないものとかいらないもの、もう使用期限過ぎちゃってるものは捨てたり、あとはお姉ちゃんにあげたりしてるんだよね。アイシャドウ、いや見て、相変わらずリップめっちゃ多くない？これでも断捨離したんですよ。これでも断捨離したの。どういう感じがいいかな。期限あるんだよ、使用期限あるんです。どういう感じがいいかな。でもさ秋だからさ、秋っぽいこういう色使おうかな。これ使おうかな。これ可愛いんだよな、ここの色。これとこのスック、めっちゃ可愛い。このスック、本当にお気に入り。全然お気に入りすぎて使ってない。意味わからん。お気に入りすぎて全然使ってないのは意味わからんよな。なんかもったいなくてさ使えないんだよね。こんばんは。こんばんはじゃない、こんにちは。でもコスメも全然最近衝動買いしてないです。もうなんかあるからいいやってなっちゃう。さあどうやって塗ろうかな。全体的にこのオレンジを、楽しい。久々になんかこんなメイクしてるよ。アイシャドウベースの塗るつもりなかったのに。アイシャドウベース、おはよう。今日はだから囲みメイクしようかな。おはよう。おはようなのか、この時間は。おはよう。おはようございます。あんまり最近オレンジ系やってなかったから。可愛い気がする。最近プチプラ系侮っちゃいけない、マジで。プチプラのメイク道具すっごい可愛い。頑張ってくださいだって。ありがとう。すごいキラキラがいっぱい、ありがとうございます。そう今日雨なの。なんかさ洗濯物さした時に限って雨なんだよね。どういうこと。感じでちょっとで下にもちょっと持ってこうかな。お、かわいい。じゃあ洗濯しないで。いやなんかさ違うの、昨日のなんか夕方ぐらいに洗濯回したんだよ。で明日
干そうって思ってさ、外に違う、あの干してあるので、外に出そうって思ったの、明日外に出そうって思ったの。なんかそしたらさ、雨でさ外に出せないじゃんえみたいなマジなんでなんでってなってる、本当に。さあ、なんか最近なんかいつもそうなの、晴れててさ、なんかよしじゃあ明日外出すために今回しちゃおうって思ってさ、回したらさ、なんかさ次の日なんか雨みたいなあれって聞いてないんですけど、まあ、調べろって話なんだけどさ、びっくりだよね。でもオレンジメイクって可愛いね。私家辺の何なんだろう。こっちは晴れてますだっていいな。天気予報見ればいい、そう見ればいいんだけど、晴れることにかけちゃったら雨だったそう、晴れることにかけたら負けました、雨でした。おー、いい感じ、めっちゃかわいいかわいい、こんな感じです。で、Bアイドルのこの濃いやつをここら辺に塗ってみる。これ結構濃いんだよね、でもなんか秋って感じ。日本海側だけ雨、マジで？マジか。おお、なんかすごい大人っぽい。これでちょっとぼかせば可愛い気がする。秋メイクだね。いいじゃん。で、ぼかす。すごいなんか強い女みたいな感じ。あ、なんかこれで全身黒コーデとかやったらめっちゃかっこいいんだろうなって思った。こそ絶対さ、逆さまつげがいるんだよ。いた。おお。いい感じ。これでさ、キラキラとかしたらさ、めっちゃ可愛いと思う。ちょっと待って。テンション上がってきた。日本海側雨なのか。やだな。めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い気がする。これでただレッスン行くだけなのにめっちゃなんかメイクしちゃってるけど、でグリッターをのせたらめっちゃ可愛い気がするよ。
この中心部分だけにグリッター乗せて、なんか可愛い、めっちゃ可愛いじゃん。え、いい感じ。ちょっと外側に馴染ませて。どう？めっちゃなんか良くない？でもライン入れたら多分キリッとしすぎなんだろうな。なんかこのペンシルしよう。ペンシルでライン入れよう。そっちの方がなんかキリッとしすぎない気がしてきた。いい感じ。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。なんかベージュっぽいチークが欲しいんだよね今。ベージュっぽいチークがないのよね。困ってる。チークなくてもいいかな。これでさ、これ塗ったらもうめっちゃ可愛いと思う。色合わせ見て、絶対可愛くない？塗れよって話だよね。合わせ方がいい感じ。どうせマスクしちゃうからね。どうせマスクしちゃうから、ここだけ、ここだけちゃんとしてれば。マスク美人です。いい感じにできました。万歳万歳。よいしょ。メイク配信っていうわけじゃないんですよ。なんか時間がなくてメイクしてたらあっという間に11時になってて、あーやばいやばいやばいみたいな。なんかすごいいい感じ。マスクの下勝手に想像しちゃう。そう、なんか今ってさ、こうだからさ、ここでしか判別できないじゃないですか。だからさ、なんかなんていうの、想像しちゃう。ここのところ想像しちゃうよね。でさ、想像でさ、ちょっと違ったらさ、あれって なるよね絶対ね。そういうの多いっていうね今ね。時娘買いに行ったらちかなちゃんのメッセージがなかった。あら残念。待って、私はあれを取りに行きたいよ。エアコンじゃなくてなんだっけ、アイロン。やばい、アイロンのことエアコン取ったバカがいるわ。すごい、でも私集合時間間違えたことないよね。あ、なかった。ケンタッキーフライドチキンだって。エアコン、アイロン、似てるやん。なんかカタカナローマ字、ローマ字じゃない、カタカナ4文字。お腹空いてきた、こんなに喋ってたら。ケンタッキーから LINE が来た、食えっていう。
や違いますよ。でもさ今さケンタッキーのさあのケンタランチでさなんかチキンあダブルチキンフィレバーガーセットってやつめっちゃ美味しそうなんだけどえめっちゃ美味しそうに2つ入ってんの美味しそうじゃない。食べたい。840ナソです。高っ。ケンタッキー違うの。この間ねなんかお母さんたちケンタランチ食べてたんだよね。なんでなんでなんか3日あ昨日かだからさオレンジ 100% っていうなんかLINE 来たんだよお母さんから。前髪伸びちゃったな。減量中なのでバーガーを禁止してます。偉いね。じゃあそんな減量中な方もいらっしゃるということで、あのたっぷりケンタッキーの話をお届けしたいと思います。避けるんじゃないんだって、ね、たっぷりもう食べたくなるぐらい、もう減量やめちゃおうってなるぐらい話していきたいと思います。あのさあれメンチカツなんちゃらあったじゃん前私が食べたやつね。あれさまたやってほしいんだけど食べたい。チキンメンなんだっけ私が食べたやつ、なんかさメンチカツとさチキンがさ入ってるやつだったの。めっちゃ美味しかったんだよね。めっちゃ美味しかったのちかなちゃんのメッセージ付きとき娘ゲットだって、ありがとう。めっちゃ美味しかったんだよ。めっちゃ美味しかったの。そうケンタッキーの前でマック食べたことならあるよって。ケンタッキーね美味しいよね。あのさケンタッキーのあれが好き、なんだっけ冬にさ出るさパイの中にシチューが入ってるやつ、 それ好き。私本当にあのねジャンクフードっていうの大好きなんだよね。本当にジャンクフード好きなんですよ。やばいの。チキンホットパイかな。うん、それほんと好きなんですよね。ちかなちゃんのメッセージなかった。ね16個書いたから16人の手元に行き渡りますね。16個書いたと思う。8枚入りのん？あ、そうそう16個だよ。16枚書きました。私そうで多分わかんない、私の数え間違いじゃなければ。前髪は切りたい。なんか巻きすぎてる感ある。あ、印刷じゃないです、直筆です。はい、メンバー全員書いたんじゃない、わかんないけど。ケンタッキーの話はまだ終わらないよそう、お父さんのさなんかさあれ
写真が送られてきてさ、なんだと思うじゃん。あのさ、メープルシロップ吸ってるお父さんの写真が送られてきたの。私がちっちゃい頃よくやってたやつメープルシロップ。今はさすがにやってないよ。今はさすがにやってないんだけど、いや、あのメープルシロップ本当美味しいよね。本当に美味しい。やばい、なんかお腹空いてきたな。え、そう、ビスケットのやつ本当に美味しい。てかさ、なんでさ、あのビスケットがあんなに美味しいのかわかんない。本当にビスケット、ケンタッキーのビスケットって美味しいよね。ケンタッキーの食べ放題、何それ、そんなのあるの。でもさ、昔はさ、なんか特別な時しか私ケンタッキー食べなかったんですよ。そう、なんかまあ高いじゃん。だからクリスマスの時しかほとんど食べなくて、そう、あとはお母さんが気が向いたら買ってくれたんだけどそのケンタッキーが本当に美味しくて、ケンタッキー大好き。そう、なんか多分ね、揚げた肉が好きなんだよ私多分揚げた肉が好きなの。なんか太ったかな、顔なんか丸い気がする。なんか揚げた肉が好きで、唐揚げとかそういうなんか好きなんですよね、そういうチキンメンチカツとか好きだしさ、揚げ物大好きなんだよ、やめられない。やばいよね、アイスと揚げ物が好きって本当にただのデブだよね。やばいよね、本当にそう思ってる、本当にそう思って。ただ私、唐揚げにマヨネーズは許せない唐揚げにマヨネーズは本当に許せない、本当に許せない。レモンだったら許せる。なんでマヨネーズなの、美味しくないよえ、本当に唐揚げに、唐揚げにマヨネーズが許せない。唐揚げの本来の味を壊してるよ、絶対。本当に許せない。私、美味しくないよ。でも私タルタルが好きじゃないからかもしれない。なんかタルタルみたいなもんじゃん、唐揚げにマヨネーズって。あ、なんかやばい、お腹空いてきた、水飲もう。そう、チキン南蛮か。タルタルが好きじゃないんですよね。逆にレモンが許せない。なんで？レモン美味しいじゃん。なんで？なんで？レモン美味しいじゃん。あのさっぱりして食べれるやつ。なんで？え、みんなはどっち派ですか？レモン派ですか？それともマヨネーズ派ですか？そのかけるとしたら。冷えたケンタッキーにマヨネーズかける。まああれはでっかい唐揚げみたいなもんですもんね。え、絶対レモン、レモンかマヨネーズだったら絶対レモン。両方かけるの、すごい。なんか味が混ざってそう。ああ、まあ何もつけないのが一番いいよね、わかる。え、ほら、やっぱレモンだよ、レモン、レモンだよね、わかる、わかる。え、でも私、美味しい食べ方というかのものを発見したんですよ。あのマックのさ、ナゲットのソースあるじゃないですか。あれってさ、余ったりするじゃん。唐揚げくんにつけると美味しいんだよこれ言ったことあるかもしれないんだけど、あのね、美味しいんですよ。
美味しいんですよ、だって美味しいんだよね、美味しいの。やってみてほしい、唐揚げくんにつける。そう、似たようなもんなんだけど、唐揚げくんもさ、レッドとかあるじゃん。レッドでやったらなおさら美味しかった。私レッドでマスタードソース、そもそも余らない。え、嘘、余るんだけど。一味唐辛子で燃焼させます。一味唐辛子よりもっと辛いのかければいいじゃん。ソースいつも足りない、だって。あれ、ナゲットソースってさ、1個につきさ2つ無料でもらえるんだよ。1つだからプラス1つでもプラス1つ無料もらえるらしい。フライドポテトにケチャップとマヨネーズ、許せないわ私。だから多分ね、マヨネーズが そもそもそんなにって感じかな。なんだろう、揚げ物にマヨネーズがそもそもって感じ。ケチャップならまだ大丈夫だけど、あのね、これ食べに行くと大変でさ、食べに行ってさ、なんかまあ大体さ、あのケチャップとマヨネーズのやつになるんだよ、ココスに行くと。でお姉ちゃんと私は大体ケチャップの方をつけて食べるの。私もつけて食べたり食べなかったりするんだけど、お父さんはそのまんまで、お母さんは混ぜて食べたい人なの。だからその2色の間をこうやってやるから、どんどんなんかさ、なんかなくなってくのね、ケチャップの方が。お母さんオーロラソースにしたい人だから、もう渋滞よ。ブロッコリーにマヨネーズは好きだから、野菜にマヨネーズは大丈夫だから。そう、ブロッコリーにマヨネーズ、キュウリにマヨネーズは美味しいことが判明されました。あとはちょっとあれだけど、大変なのよ。すごいなんかブー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 言ってる。あー、やばいね、開いたらさ、ケタキだったんだけど、ちょっと私開きっぱなしだった。やだ、美味しそう。美味しそう、ほら見てみ。ランチがお得。食べたい。辛口チキンフィレバーガーセット670円、チーズチキンフィレバーガーセット670円、ダブルチキンフィレバーガーセット840円だって。美味しそう。美味しそう。美味しそう、とても。メイクはもういいや。もういいや、もうなんとなくできたから OK。 ただ多分ね、私このね、こう巻いてある前髪がすごい似合わない、本当に似合わない、顔がでかく見える。仕事に戻りますだって。ぜひランチはケンタで。辛口チキンフィレ、辛くて美味しかった。いいな。やばい、スタバから LINE が来た。ねえ、スタバの新作飲みたいんだけど、ストロベリーベルベットなんちゃら、ストロベリー&ベルベットブラウニーフラペチーノ、飲みたい、絶対美味しい。これお父さんも美味しそうって言ったやつ、本当お父さんと味覚一緒。でもホットの方も美味しそうなの、ストロベリー&ベルベットブラウニーモカ、美味しそう。飲んだ？デブ活、本当にデブ活してる、やばい。美味しそう。いや、まだ今日一食も食べてないから、0キロカロリー。まだ大丈夫。美味
味しそう。でもブルベミルクって何なんだろうって思ってる今。早口言葉ですか。ストロベリー&ベルベットブラウニーフラペチーノです。だから簡単に言うとストロベリーとブラウニーの飲み物。え、絶対美味しいじゃん。やだ、絶対美味しいよ。みんな飲もう。みんな飲もう。え、そう、三角チョコパイイチゴなんだよ。でも私絶対黒、絶対黒、絶対黒だな。私黒以外あんまり食べないかも。ブルベミルクはホイップに使うミルクと通常のミルクを1対1で割ってるミルク。絶対美味しいじゃん。とっても甘いんだろうな。いや、甘いの好きな人は絶対好きだと思う。絶対好きだよ。言えない。ストロベリー&ベルベットブラウニーフラペチーノ。この間ウーバーで配信で頼んでた。絶対美味しいじゃん。絶対美味しい。ほんと甘党なんだよね。甘党派だから。甘党派なんですよ。こんにちは、こんにちは。ちょっと待って、飲みたい。飲みたい、めちゃめちゃ飲みたい。辛いのは苦手？キムチぐらいだったら大丈夫。それぐらいの辛さだったら大丈夫。あとはちょっと無理かな。七味とかは無理。お腹空いちゃった、こんな話してたら。ストロベリー&ベルベットブラウニーフラペチーノ。やばい、なんか違うのしちゃった。ケンタからのスタバ行ってらっしゃいって。行かないよ、行かないよ。カレーも甘口だね。甘口が好きです。いやー本当に。でもさ、私ね、あそこに行ってみたいの。なんか TikTok で流れてきたおにぎり屋さんのぼ、こ、こ、公募みたいな名前のやつ、なんだっけ、なんだっけ、食べに行こう。あ、ボンゴだ、おにぎりボンゴっていうお店があるんだけど、そこ行ってみたいんだよね。東京なんだけど。でも一番行ってみたいのは握り舞い、あの新潟にあるおにぎり屋さん行ってみたい。そう、あそこのおかみさん新潟の人。そうなの、ボンゴ。そう、なんかさ、おにぎりがすごい美味しそうだったんだよね。おにぎりが食べたい今。美味しいおにぎりが食べたい。なんか握りたてのおにぎり。握りたてのおにぎりが食べたい。だからあそこの新潟の握り舞だっけ、お店、そこ行きたいんだよね。食べたい。やばい、ずっとご飯の話してる。ずっとご飯の話してる。ほんとなんかね、
いっぱい出てくるよ、食べたいもの今あげたら。ボンゴ家の近く、マジで行ってきな。おにぎりの具材、おにぎりの具何が好きかな、何が好きだろう。でもあの卵かけご飯のおにぎりが好き、セブンで売ってる。あと鮭、まあ定番の鮭だよね。あとイクラとかな。朝ごはん食べてないです。明太子はなんか量が多い。私多分ね、明太子辛いじゃないですか。だからちょっとの明太子でご飯いっぱい食べたい人そう、長野ならではのおにぎりの具、なんだろう、野沢菜とかじゃない。野沢菜のおにぎりなかったっけ。あった気がするんだけど、確かやっぱ多分野沢菜じゃない。長野、長野といえば野沢菜だと思う高菜もあるけど、野沢菜あった気がするよ。わかんない、覚えてない。でも大体私おにぎりは鮭選んでたから。あるよね、そうだよね、あるよね、野沢菜ね。そう、あるんですよ。おやき食べたいだって。おやきはね、出来たてのやつが美味しいかな、やっぱり。それはロケで思った。あのそば部のやっぱ出来たてのおやきはめちゃめちゃ美味しい。って思ったな。もちろんその売ってあるやつとかも美味しいんだけど、出来たてはやっぱり何でもそうだけど、味は、味というかなんか違うよね。うん、信州味噌の焼きおにぎりってそんなのあったっけ、覚えてないよ。そう、料理は出来たてが美味しい。でも今度帰った時に私あれ、グラタンパスタ食べたい、お母さんの。 LINE しとこ今度今度グラタンパスタ食べたい本当突然のリクエスト。ポテトも出来たてが美味しい。もう出来たても美味しいんだけど、そう、一日経ったポテトがやっぱ一番美味しいかなはい、グラタンパスタ、なんか私パスタがもともと好きじゃなかったんですよ。基本麺類好きじゃなくて、今は好きなんだけど、今はもう大好物なんだけど、昔は本当にパスタが好きじゃなかったの。たらこかイカスミしか食べなかったの。でも唯一その、なんだろう、出てきて喜んだのがグラタンパスタ。美味しかったんだよね。多分チーズが好きなんだと思うんだけどそのチーズとパスタがめちゃめちゃ美味しくって、そう、グラタンパスタたまにお母さんがねやってくれるやつがすごい好きで、今は
パスタ全然好きですね。あのあれなんだっけ、明太子のパスタなんて最高だよ今ほんと明太子なんちゃらが好きお仕事行ってらっしゃい。そうだから明太子のパスタがすごい好きそうなんかね、麺類昔あんまり好きじゃなかったんだよね。ラーメンも好きじゃないし、そばもダメだった、パスタもダメだった。だけど今は全然食べれるラーメン大好きラーメン、そば、スパゲティ、麺類好きだね今は麺類好きです。昔はね、食べるのがすごい遅かったの私。信じられないでしょ、考えられないでしょ、この私がだよ。本当に朝食40分ぐらいかかったんだよ。それぐらい私好きじゃなかったの。だけどなんか早食いになってから好きになった。本当早食いなんだよね私。すすれなかった。いや、すすれはしたよ。なんかね、早食い良くないんだけど、早食いになると好きなもの増えたそう、本当に。早食いってよくないんだけどね。やばい、お腹すいた気がするこんな話してたらお腹すくわな。早食いになったきっかけはドラフトの合宿ですね。食べるより練習したくて私。だからみんながその食べてる間もなんかこう練習してた一人で。最近じゃないよ、5年前だよ。5年前か。これからお昼だっていいな。そうなんかだからみんながお弁当半分の時に私は完食しててそう、それで一人で練習してた。でお腹すくからご飯とか食べたくて急いで食べて練習してたって感じかな。絶対唐揚げ弁当を選んでた絶対唐揚げ弁当を選んでました。負けず嫌いからなのか、なんだろうね。多分練習は裏切らないからさ、だから練習したかったんだと思う。唐揚げは美味しいよ揚げは美味しいよ。唐揚げ食べたくなっちゃった唐揚げ食べたい。唐揚げ食べたい。
起きて配信見始めたら名言でした。名言じゃないでしょいやー、お腹すいちゃった。私さ、串カツ食べたいんだよね。串カツ屋さん行って食べてみたい。串カツ屋さん行ったことないんだよ。だから行ってみたい、串カツ屋さん。さっきから健太が食べたくなって困ってるだってそう、串カツ食べたことない、食べたことないっていうか、串カツ屋さんに行って食べたことがないって感じ。なんかお弁当とかに入ってる串カツは食べたことあるけど、そう、串カツ屋さん、行きたい。あとさ、手羽先、なんか手羽先だっけ、なんかめっちゃなんかさ、5本単位だから頼むやつで、なんかさ、お姉ちゃんとお母さんと行ったんだよね、大宮だかどっかで、どこだっけな、鳥なんちゃら、山ちゃんじゃないの、鳥吉みたいな名前のさ、なんかさ、手羽先食べるやつない、鳥なんちゃら、鳥吉かな、なんかね、そこが美味しかったんだよね。やばい、手羽先食べたいやばい、いっぱい食べたいもんってきちゃった。あの家族 LINE にさ、今度グラタンパスタ食べたいって送ったらさ、お姉ちゃんに急にって言われた。お母さん、お父さんにお母さんのって言われた。そう急すぎるよね急すぎる。面白い。そうして鳥が食べたい、そう、鳥が食べたいんだと思う。鳥。チートデーは揚げ物。美味しいぞ。揚げ物食べたらもう止まんなくなっちゃうよ、きっと。いやー。美味しいよね。なんであんなにさ美味しいんだろうね、揚げた鶏肉って揚げた鶏肉ってなんであんなに美味しいんだろうって思わない？なんかさ、このカリザクみたいな、カリザクってしててさ、中がさ熱々のジューシーなんだよ。なんであんなに美味しいんだろうって思わない？意味わかんなくない？意味が分からないと思ってる私。なんであんなにさ、こうね、ほんとほんとほんとに美味しい。で、私皮は食べないんだよね最近油物控えてるんだよじゃあ、私がね、美味しさをたっぷり今から話したいと思います超ド S 配信いや、本当に人間食べたい時に食べたいものを食べた方が体にいいよ。だってだってよ、焼き鳥ならギリ OK。 そうそう、なんか私もそうしてる。なんかちょっとなんか控えた方がいいな、だけど
こうお肉食べたいなとかさあるじゃないですか。そういう時にコンビニで焼き鳥買ってます。本当にさね、なんであんなにさこうザクっていうかカリッっていうかさこう衣が美味しいんだよね。わかる？衣、衣が美味しいから中のお肉も美味しく感じるんだろうね。めっちゃ美味しい、好き。何の配信なんだろうこれ。コンビニ、お腹すいたね。お腹すいた。私も準備して頑張ってくる。そう、衣が一番あかんっての分かってる。だけど衣が一番美味しいんだよ。わかる？衣が美味しいから中のお肉も美味しいの。わかる？だってあの衣がなかったらザクってならないんだよ。ザクザクってならないんだよ。そうだよ。あの衣があるから熱々で中に肉汁が閉じ込まって食べた時にザクっていう食感でお肉がこうふわっというかさ、なんかさこう、あ、肉食ってるって感じになるんだよ。わかるか。中の肉が美味しいとか皮が美味しいとかじゃなくて周りの衣が美味しいから中のお肉も美味しいんだよ。何の配信なんだろう。誕生日読むね。13位ラーマさん、13位ラーマさん、12位つとむさん、12位つとむさん、11位カズさん、11位カズさん、10位カブさん、10位カブさん、9位ナチュラルさん、9位ナチュラルさん、8位梅ちゃんのさん、8位梅ちゃんのさん、7位ノアパパさん、7位ノアパパさん、6位タクさん、6位タクさん、5位ハヤト、5位ハヤさん、5位ハヤさん、4位パンダのテオさん、4位パンダのテオさん、3位ペンギンさん、3位ペンギンさん、2位ゆうさん、2位ゆうさん、1位りなおさん、1位りなおさん、ありがとうございます。はい。ローソンの唐揚げくんじゃない方が、あ、わかる、美味しいよね、美味しいよね。いや、食べたい。お腹空いちゃったということで終わります。ありがとうございました。お腹すく配信だった。ぜひこれからお昼の方はたっぷり食べてください。はい、午後も頑張ってね。バイバーイ、ありがとうございました。